どうもーということで今回、読了した本がですね、えー、解剖学は面白いということですね。解剖学は面白い、これですね。えー、上野正彦さんですね。上,も上野正彦さんが書いた解剖学は面白いという本をこう読み終わりました、えー。実はですね、僕はですね、この本はもう えー、2回目かな2回目ぐらいになるんですけどもその職業柄というかね、えーまあ、ボディケアのこうお店をこうさせていただいてるんでですねこう解剖学はねこうしっかりとこうマスターしたいということで、えーまあ、何回もこう解剖学チャレンジしてるんですけどもなかなかねそのん。 ななかかかそううしっかりととと終わるというところまでいいかないというかでこういう本もねこういう本も読んだりしてるんですけどもなかなかねこう一つにこつながるところまではこう行ってないんですけどもで、えー、それでもねこうまあ、くじけずにというかこう途中で投げ出したりした時もありましたけども、えー、去年ぐらいからねこう本当にこう本格的にこう。 本格的にというかこうしっかりとこう勉強しようと思ってこう YouTube で、ね、こう無料の,、ね、その動画でこう勉強するようになりました。でそうですねうといろいろ見てるんですけども、えー、メディカルロックティーチャー亮さんの、えーまあ、動画であったりとかですね「秒速ナース」という、ねえー、人の解説であったりとかですね えー、あと何があったかなうんなんかいろいろあるんですけどもそのーあとんとか吾郎っていう人のこう解剖学とかいろいろな生理学とかのやつとかあと「猫缶」ですね「猫缶」っていう,こう解剖生理学のえ動画とかいろいろな解剖生理学をこう頭に入れるためいろいろねこう見ていってですね今この4つかな。 でもう一つぐらいまだ探してもいいんですけどもでそれをねこう読んであ読むじゃあ,あの見ていくという形をとってですねでもう2週目入ってるやつとかいろいろあるんですけどもその動画のそのリストでこう順番にこう見ていく形をとっていってほで、えー、いろんな人のこう見ていくとこうダブって 来るんですよね、その解剖学っていうのは解剖学も生理学もですけどもでダブってくるとそこでねこう理解がどんどん深まっていってですねでこう頭にこう入ってくる形にこうなってくるというところでこれはもう繰り返し繰り返しこう見ていくしかないなぁと思ってこう見ていってます。 でまあまああの10、ー、倍速というかその1倍速でこう見てるとなかなかこう時間的に厳しいんで、えー、最初はこう2倍速とかでこう見てたんですけども、えー、だんだんこう3倍速とかこう今はい三3.2倍速ぐらいですかね、えー、それぐらいのスピードでこう朝にねこうパッとこう見るようにしてますだから金曜日から火曜まではなるべくほんまに忙しかったは別ですけどもなるべく朝のうちにこう 見ててしまってこう頭にこう入れるというかねこう見ていってっていうかこう軽くこう見ていく形でこう集中して見るんですけどもそれである程度入ったりするんですけどもねほんで動画もねこう工夫されてその。 説明の後にそ,のそれに関した問題をこう作ってくれてその問題を解くような形と、ね、で結構スラスラ答えられるもんであったり全く覚えてないやんっていうのとかいろいろあるんですけどもそういうのをこう繰り返し見てる時にですね、まあ、本でも読んでいこうということで昔こうあったこのね解剖学は面白いっていうこの本をです、ね、こう読むようにしました。 1> でえー、前1回目に読んだ時はねもう内容がほとんどこう、まあ、一応読んだんですけどもねこれ読んだんですけどもあまりこう入ってない入ってこない状態ってもうほとんど分からない状態で読んでたんですよね、えー、知識がゼロの状態で読んでたで、えー、ただね、えー、2回目今回読み,終わ読,んで読み始めてね読み終わったところでいうと結構大体こうわかる形というか完全に覚えてるとかいうことではないですけども結構頭に入って ててて、いる形になってきてです、ね、でこう結構こういい感じでこう読めたこう面白く読めた。でこの本自体がですね結構その、えー、難しい解剖学の説明というよりはですね、こういろんな、ね、こう例を出してきてですねその何て言うんですかねこう、まあ、殺人事件とか起きた時にその、えー、解剖をする,するんですよね。こう でその解剖をした時にこういうことからこういう犯人がこう浮かび上がってきて犯人逮捕につながったとかね、えー、そういう事例ですね、えー、脱線講義というね、えー、形でこう出てますけども、えー、それでこういうことがあってこういう状態やったら犯人はこうなるみたいなことがねこう面白く書かれているということですね、うん、だからこれ一旦ねこれ今回これ読み終わってですね次にね えまたこう読んでいくんですけどもだからこれが読み終わってまた2回目繰り返してこれを読むんではなくてですね違う解剖生理学の本があるんでそれを読んでいくんですねでまた違うのを読んでいくっていうことでこう10種類ぐらいこう重ねていくとだいぶ分かってくるかなというところでえ読んでいこうというふうに思っておりますでこの本に関してはまあえ1日こう10分まあ今11分12分ってこうタ,イムタイマーを測ってですねでこう読むようにしていると。 で他にもこう勉強するための本をいろいろ朝にね読んでたいこう5種類ぐらいの本をこう、えー、同時並行でこう読んでいる形ですねあとダイエットやったらダイエットの本をこう1種類解剖生理学やったら解剖生理学の本を1種類とかいうふうな形でこう読んでいってるとかいうことですねこれはまあ仕事とか勉強とかそういういろいろなんかこうビジネスに 繋がっていくような形の門をこう五冊ほどね、えー、読んでいるということですね。うん、で、まあ、えー、今回、えー、解剖学は面白い、えー、上野雅彦さんのね本が読み終わったと。 ということで一旦これを読み終わってまたこう続けていく形また違う本を読んでいく形になるこれはもう永遠にこう続けていく形になる完全にこう理解してこう頭に完全に入りきったらですね解剖生理学の本はもう勉強というよりはもう、えー、違う形もうアウトプットとかそういう形にこう変えていこうかなというふうに思ってますけどねということでまあまあ 一旦まあ読み終わった,またこう3回目のループでこれ読んでいくとは思うんですけどもまあその全くね解剖生理学がわからない状態でこれを読むとですねなかなかこう厳しいかなという言葉的にねただこうある程度ね YouTube の動画とかでこう見ていってですね言葉に馴染みがあると頭に入りやすいかなと。 いう感じはこうしますね。ということで今回読了した本、えー、解剖学は面白いでした。どうもありがとうございます。